母心チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お茶でも飲んできなーのお時間でーす。あまりに久しぶりすぎてタイトルを忘れてしまいました。お茶会ってこと ね、お茶会ね。もうさ、もはやお茶会なのか、うん、愚痴なのか、ファーストテイク歌なのかがもう分かんなくなってるね。確かにね。ということで今日はね、背景じゃないんですよ。作ったんじゃなくてこれ本物です。これはね、浅草のね、たこ丸さん、たこ丸さん、うん、浅草の出番があるときは大概寄るようにしましたな、うん、浅草たこ丸さんで、たこ丸さんですからやっぱり写真が出した。たこ焼きでーす。いい写真撮ったかな、いつもね。お願いしますよ。パンとか入れない？いや、デートかね。痛い痛い。ちょっとここ。あ、痛い。爪楊枝あるから気をつけて。これ娘がね、今設定いいんだ最近。食べていいですか？はい。本当にもう浅草も人通りが本当に少なくなっちゃって、ね、昔ここはさ、座れないし入れないしって本当にもうインバウンドのね、外国人観光客の方もとてもね人気だったんですけど、まあ逆に言うとね、常連の我々が食べやすくなってるんですけど、ここのたこ焼き本当に好きで、お茶会久しぶりだな。あ、これ、気温も35度ぐらいあるでしょ今日。でもやっぱりな、9月に入って日差しはきついけども、気温もきついけど風は涼しくなったよね。確かにそれはある、うん、話戻るけど、このタコ丸さんのタコがでかいんだよね。タコでかいね、うん、あとやっぱりね、やけどした。やけどするんだよ。うまっ。この間うちの息子がさ、たこ焼き食べたいってさ、ここの買って帰って、あ、買って帰っていくわけね。うん、大喜び、おいしいっつって。確かやっぱたこでかいわ、うん、よくさ、お祭りの露天商なんかでさ、たこ焼き頼むこともあったりしたけどさ、入ってないに等しいちっちゃいタコね。ちゃんと入ってんだから。すごい。駒の、まあ、あれ、あのタコ焼きもタコ焼きでさ、祭りのね、良さであんで、あの雑な感じ、粉っぽくタコも探してくれよみたいな。あのタコ焼きの良さもあるはあると思う。でこれはもう料理だね、ちゃんと料理として。テンションは何なんだろうね今日は休みでいいみたいなね。どっか出かけてらんみたいなさ、タコがどっかに出かけてらん。これ見てこれ、でっかい。こう普通はね、あれだけど、タコだけど こんな大きいんだよ、これ。これでも多分ちっちゃい方だよ。これでもちっちゃい方だよ。うん。ちゃんとタコの味がする。ちょっと早くいろいろ戻ってほしいわ。露天商の話もしましたけど、今あれだからね、あの祭りも中止だからね、うん、だそれこそ学校の行事とかかわいそうよ、本当に。
この間娘の同級生、お友達のお姉ちゃんがなんかうちの用事があって6年生来たのよ、うん、もちろん修学旅行もないし、運動会ももうないし、5月だともう秋にやるっていう話やったのもないし、もう行事という行事がなくなって、唯一今やるかもって言われてる行事が持久走大会で、それをなくしてくれっていうみたいな。いやだから持久走大会、なんで持久走大会だけ今やろうとしてるのか、そんな辛いのね。いやだから本当に持久走大会やって、僕も嫌だったもん。確かに本当に私思うけど、ソーシャルディスタンスだとかさ、コロナ対策に一番適した楽しいことやればいいんだよね。でもそれどころじゃないの、わかんない。たださ、今日の新聞にね、すごい兵器が開発されたって出てた。すごい兵器、紫外線を出す、うん、ピーッと、うん、時速約1キロね、まあ遅いけど、それで道をヒューッと行けば大概その辺のウイルスはやっつけられるって。へえ。逆に言うと、そのお店に入る前にそういうものがあれば、うん、菌が死ぬわけよ。じゃあみんなもう日本の人も松崎しげるさんみたいに焼けちゃうってこと？そこずっといればな。紫外線でしょ、うん、もうまず日焼けするってことやね。そうそう、健康的になるってこと。健康的な見た目になりつつ健康になるっていう、そういう兵器というか。そういうことじゃなくて、違う、コロナのウイルスとかそういう感染させるようなバイ菌系をやっつける、そういう機械を開発。肌が小麦色になって健康的になって大丈夫ってわけじゃなくて、あのね、それ別に、そうです、そういうのは日焼けサロン行ってください。いいわけですから。でもそんなんで言ったらさ、日焼けサロン行ってる人はかん、一応表についたらさ、いやその時はなくなるけど、出る時についたらもうダメってことじゃ、一緒じゃん。けど逆に言ったら、家にこもってるよりも外出た方がいいってことじゃない、単純に。なんで？いや太陽からやっぱり最終的にその紫外線を浴びてるわけですから、うん、外で遊ぶとかいうことは健康にいいとかさ、うん、太陽の光を浴びるっていうのはやっぱいいっていうじゃない。まあそうだよね。やっぱいや、それ見てさ、あ、いろんなもの考えるなと思ったんだよね。やっぱね、人と接触できないって言うけど、でもこの間さ、新幹線乗ってさ、東北新幹線、なんか修学旅行的にいたいた学校いたよね。いた修学旅行。ああいうのは思い切ってやったんだろうね。うん、本当に。まあ状況みたいな密でしかないからね。まあ、しょうがない。でもちゃんと検温をしたりして、うん、対策すればできるってことでしょ。うん、今実際どうなの、反対の声が多い、コロナで言うと、うん、親御さん保護者会とか、危ないやめてください。今どっちの学校で言うと、まずコロナの前にの話だから。見てこれでかいの、これほらこんな入ってんだよこれ。いや見せんのいいんだけど、なんで俺の方にかぶすんですか。こっちにカメラのこれがあるからでしょ。なんでこっちタコ？でかいでしょ。今だから、うん、コロナの前に、給食が止まってるから、うち。その食中毒があって。これがね、今もう話題の中心。そろそろお母さん方が暴れ始めんじゃねえかなっていう状況だから。そっちがね。でもおかしくない？こんだけさ。コロナ気をつけようって言ってて、うん、ウイルス細菌撲滅運動を日本中世界中がやってるわけじゃん。それなのに給食で出んのかい。これ出てしまった後だよね、その原因も分かったんだけど。何だったの？そうすると、うん、ニュースの資料によると、そのわかめを使ったサラダかなんかで前の日に仕込んだかなんかしちゃったらしいんだよね。それがダメなんだ。
だってワカメなんて前の日だっていいんじゃないか。それで繁殖したかなんかで全員じゃないのやっぱ一部だけど、それが原因だって分かったんだけど、結局やっぱもうやだ。それでこう結構さ、病院行った子もやっぱいるらしいから、もうその給食センター嫌だっていうお母さんもいる。でも給食がないってことは毎日お弁当作ってる。朝5時半には起きて毎日やってるの。でもうちはまだいいと、うん、それは母子家庭の家とかもあるし、仕事行くお母さんとかもっと大変だ、うん、しかも給食費は腹一回納めてるのに帰ってくるわけでもないとで苦肉の策でじゃあパンと牛乳出しますって週に何回かなってくる、うん、パンと牛乳だけじゃ子供の栄養管理ができないんで、おかずを持たせてくださいと。いや逆にパンと牛乳に合うおかずが難しいわとそれやったらご飯入れるだけだから弁当の方が楽だと米を出してくれ。いやこれが荒れてんだね。でやっぱりパンに合うおかずって難しいよ。難しいのです。だからどっち、たこ焼きは何だって合うよ。ご飯にも合うし、パンにも合うな。個人の感想ですけど、うまいよ。そこがねまた揉めてるんだろうね。だから11月まで開治療って11月ぐらいで、ね、うん、結果が出ないってなるから、あれもうあれ年内中ずっと弁当じゃんみたいな感じ。大変だよ。いつだって高校生とかの時は弁当だったりするじゃん、給食ないから。でも500円を出してお弁当今日買ってみたいなのができるけど、絶対できないから絶対持ってかないと。そうだね、これは今大変ですよ。だってコロナで自粛でさ、自宅の奥さんもねだいぶキーってなるわけじゃん。どこだってそうなるじゃん。そこに来てさ、給食で多いでしょ、弁当。いや、しかも俺コロナであんま仕事ねえから言えよ。あんた作れば。だから言ったの、たまに作ろうかって。はいはいはい。子供から NG 出ましたよ。なんで。やっぱお弁当、特に女子とかさ、キャラ弁は禁止だけど可愛い感じ、やっぱちゃんと綺麗な見た目とかもやっぱ大事なんじゃない女子は。うんうん。長男は別にいいって言うけ、うん、俺だったらもう多分焼肉弁当みたいなガツンって言うから。妹の方がそれはちょっとっていうね。でも今やと変わったかな、考え方。もうずっと弁当だからさ。うん、逆に言うとさ、今日お母さんどっちがいいじゃなくて、今日はお父さん、本来は半々だよね、うん、それをやっぱりさ、子供が胸を張って今日お父さんの弁当なんだ、今日お母さんのなんだ、そう言える環境を作らないとダメだよね。いやでも先生の教育として、いや違う、キャラ弁当は立派な弁当でもダメなんだよ今。キャラ弁当禁止だから。付き合い入れすぎて、この自慢でうちは何で作ってくれないのか、そういう問題もあったみたいよ。その難しい、年に何回かあったお弁当の難しさが毎日だからさ、分かりやすいぐらい近所のスーパーの冷凍食品ないもんね、本当に。やっぱお弁当だから冷凍食品使ったりするじゃん、うん、売れてんだよ。そこの問題の大変。そろそろもうボーッだからね。お母さんが何か訴えるよりもそれぞれのお父さんが立ち上がらなくちゃいけないと思ってる。そろそろ給食をうまいこと復活してくれないと家が大変なことになると。このお家がもう奥さんの機嫌が悪くて困るってお父さんが言い始めるぐらい間接的に訴えるのが一番いい。それでも大事だね、本当に。なんかこんなたこ焼き出たら嬉しいけどな。たこ焼きは美味しい。あ、美味しい。そんな子はそうだよ。あ、そう給食もアレルギー全部やっぱチェックしてるし、あのうちの
妻はちょいちょいなんか弁当作ってる。あの休みの日に出かけるって言ったら、うん、ほらシッターさんと出かけないかからお弁当持たせてる、うん、いつも。で時間ない時は弁当買ってとか、買っていくお弁当はダメなの。ダメなんじゃないかな。難しいよね。だって俺とかだとさ、そのお重とかこだわりたくなっちゃうもんね。お重入れ物？うん。いや手間か持ってくる。三段お重で来る。何詰めんの？お稲荷さん。一回はいいと思うんだ。鬼締め。それいつって何ヶ月続くんだ？言ったら半年作り続けてそれ。平日。それは無理だね。半年作ってきつくない？懐かしいね、昔おにぎり作ってさ、その重お重におにぎり詰めてさ、うちの妻が差し入れだって持ってきたおにぎりバーって開けたらさ、結婚する前だっけ、あれ金粉かかってたやつ。懐かしいね。それでスープあるからっつって、スープがすっぽんスープで最後金粉かけるっつってさ、なんかあの頃はなんか後先考えなかったね。いや後先考えてなかったんだろうな。浮かれてたよ。浮かれてたよ、分かりやすく。今見てよ、この現実にさらされてるこの感じ。まだ漫才できてるだけね、まだいいけど、本当やっぱいろんな人の話聞くと大変そうやな。自分らもこの先どうなるかね、分かんないけど、考えていかないかんよ。どうだい、絵本の第2弾は。第2弾構想練り中、構想練りながらラフ画じゃないですけど、あ、言ってる、結構ちょっと描いてみたんだけど、やっぱその仕様がさ、やらなくちゃいけないことが他書くだけじゃないから、そこのバランス難しいね。まあやってみる価値あるって言ったね。まあそういうのをチャレンジをしつつ、まあ、頑張ろうということだ。まあ今日もね、お茶会でいろんな話させてもらいましたけど、まあ結論が出る話はございませんでした。とりあえずは10月にね始まります。今年は3カ所ですけど、独演会、うん、これをまずはね、これは一つの目標で、新ネタを作っていい楽しい生のライブをねお届けできるように今から打ち合わせします。一生懸命頑張りましょう。とりあえずやっぱりさ、なんか目標を作って、その目標に向かってまずやる、これが大事じゃない。何にもないどうするんだろうっていう、だから独演会やるって決めてよかったよ。ほら、さっきとかさ、ちなみにもううち動画やらないですか。うち動画なんか、この間もう愚痴やらないってなんかボソッと言ってたから。いや、見る人減ってきてるし、やっぱりニーズがないところにやるのって悲しいもんだし。やっぱニーズないのか。 あえて言わせてもらうけど、私コメントくださる方って貴重な存在なのよ。まあ一番、まあ、この動画を見て何かしら心が動いたと思うよね。うん、うん、確かに。俺はやっぱまだ修行が足りないわ。この間書いていただいたやつにね、人を指さすな書かれたわけ、書いていただいたわけ。それはね、こうどういう意図でお書きになってるか、もちろんアドバイスもあれば、あ、不快な思いをされたかもしれない。よくないとは言うもんな。確かに。だけどさ、やっとるけどね、さっきもずっと100個ね、100個、あえてやめろ、指摘受けたな。100個あるコメントのうち一つだったら、そのご意見は 1% なの、うん、だけど指を指すなというコメント以外にコメント、その動画においてでしょ、コメント数は3件なの。ということはですよね、パーセンテージだから、こんなものは 30% の人が指を指すなと思ってるから、民意です、これは。30% って言ったら、普通株式だったら
大いに乗っ取れますよ。だからそれぐらいの意見ですよ。それぐらいの意見が来てるんだから、もう指さすなよ。33% だからね。3コメントのうちの1コメントお叱り やったらかなりの確率だから、ね、でも負けずに愚痴ってた方がいいんじゃない。もっとさ、やっぱ小さい愚痴になってるからスケールの大きい愚痴聞きたいもん。あんまりね、そのグチグチって言われてないんだよ。なぜならもう今も言ってたよ。いやいや、今のも愚痴だよ。あれはご意見を頂戴したから3割だよ。ただの愚痴だろ。愚痴じゃないよ。何書き上がってと思ってんだろ。書き上があのさ、言葉選びなさい。いや、ありがたいこと。見てくださってるわけだよ。いい、1000回1万回って再生してるわけじゃないの。100回そこそこの。いいね、1万回やってね、コメントあるのと100回再生で3件コメントくるって相当だよ。確率はすごいいいこと。高いんだから。よく見てくれてるんですよ。だからこのチャンネルは母心を好きだという人が見てくれてるから、基本的に。だから本当にこう直した方がいいってことじゃない。でも厳しくじゃないじゃない。あと見てくれてる、ね、母心のことを見てくれてる人って言うけど、その数が減ってきてるんだよ。忙しいのかな、みんな。やっぱ社会活動がさ、経済活動再開してみんな忙しいのかなって。そうやったら多分ネタの動画もあんま上がんねえし、愚痴か歌かみたいになってるし。お茶会っつっても別にお茶会だって最初は和菓子をねおすすめするっていう動画あったのに、もういきなりこうお茶会になっちゃってるし。さ、そうできない理由があったりするわけじゃん。ね、でこのチャンネル1個分かってほしいのが、本当にうちらで運営してるっていうところだね。事務所やったらスタッフさんが、いや、他の事務所のチャンネルだったらそれちゃんといいんだよ。これ、ね、このお茶会の場合は関さんが音を当てたりね、お茶会ってもう割りなんて役割が決まってきてはいますけど、なんかちょっとしたやつは私のこの今撮ってるこのスマホで編集するし、パソコンで編集するし。でもこれ今日すぐアップでいい。いや、わ、あのテーテテレテレテーテー、あれがいるんだよ。音送るよじゃん、こうやったら。違う、あと頭のちょくちょく。それも送れる、別に作ってる。今日忙しいんだよ。今日たまたま忙しいんだよ。よくってすぐできるでしょ。これ歌の方の新曲あげる。今日忙しいの。出たよ。忙しくないでしょ。分かってんの、俺夜忙しくない。10時以降空いてるって分かってない。もう想定できてる。それまで何かしら忙しいことあるだろうけども、そのためにこっから打ち合わせ俺だけ行くんだから、なんか打ち合わせこれから話し合いしますって言ってるけど、俺だけだから今。お前は空いてるだろ。移動中話しよう。移動中話しよう。俺は打ち合わせここからあるけど、なんか特権会目標を決めて一緒に頑張りましょうよ。いや、ちょっと待って、来ないやん。これあんたの愚痴動画じゃないの。わかる。いや、大変よ、特権会。また音も作んなくちゃいけないしさ、映像も。頑張ろう、本当に。ネタだって今日大体決めるのが、内容というか、こういうのを作ろうか決めるのが。じゃあ決めるよ。いや、いないじゃん、そこに。後で聞かせてって言ったら。行くまでは聞くよ。今日だから出せたら夜出せるかな、どうかな。島笠世代かな。だからちょうだい、そのデータを。データは言うかな。あといつも言ってるけど、もう一回ちょうだい。後で最新パソコンのアドレスを教えるから。最新パソコンのアドレス。あと、テテ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 テあるじゃん、オープニングの。あれ、音がうるさいから。いや、だからじゃあ自分で調整すんだよ。そのまま乗っけてる。毎回 40% にしてんだよ。いや、そう、それでいいじゃん、それで。あれ、自分で聞いてて、あってなるから。いや、だから俺も落としてんだよ、毎回自分で。なんであんなでかい音なの。でも書き出した時のアベレージに入ってます。
そういうことね。まあもう、じゃあアップするよ私。できるから。バイトから曲ちょうだい。やるから私は。それを送ればいけるでしょ、うん。お茶ついてるやつね。ということで後半ね、ちょっと内輪もめみたいな感じになりましたけど、これ日常だから。ということで最後までねご覧いただいてありがとうございました。よかったらぜひねこのタコ丸さんのたこ焼き本当に美味しい、一回食べてほしい、うん、召し上がっていただきたいと思います。ということで今日はこれまで、チャンネル登録お願いします。